よかった、あなた方もお目覚めになったんですね。皆さん次々と目を覚まし、町は良い知らせであふれています。どうやらこの件も無事解決したようですね。ええ、結構大変だったけど、後で大勢の人が来るはずだから、会場の秩序維持をお願いできるかしら。私は彼らと一度教練院に行ってくるわ。すぐに戻るから。あの学者の状況を聞きに行くんだよな。ええ、でも意識が体に戻った後、目を覚ますには少し時間が必要なの。後のことはマハマトラに任せるといいわ。宗神様、どうなさいましたか？学籍情報を調べたいの。クシャレワー学院の学者で昏睡状態になっている人はいないかしら。かしこまりました、少々お待ちください。お待たせいたしました、宗神様。確かにそのような学者が一人おります。名前はベノニ。アーカー社の違反捜査により昏睡状態に陥っています。現在に至るまで意識は回復しておらず、今もなおビマリスタンで治療を受けています。え、モセイスって名前じゃなかったのか？正体を隠すためだったのでしょう。誰にも邪魔されたくなかったのね。ここに保存してある知識をマハマトラに渡してくれるかしら。これをベノニの脳へ導入するよう頼んでちょうだい。かしこまりました。ただ安全性の考慮から理由についてお伺いできますでしょうか？簡単なことよ。この中にあるのは彼の意識。以前まである無教に囚われていたの。彼は無教の中でスメールの治安に影響が出るようなことをした。彼が目を覚ました後、私から大マハマトラに状況を説明するわ。かしこまりました。すぐに取り掛かります。ありがとうございます、宗神様。ううん、礼はいらないわ。モーメントオブドリームに人が集まっているでしょうし、そろそろ戻りましょう。オイラたちは静かに聞いてればいいんだよな。ナヒーラ、何を言うんだろうな。先ほど目を覚ました人たち、こんにちは。あなたたちの心地よい夢の邪魔をしてしまって本当に申し訳ないと思っているわ。無教の中での対応も少し冷たいものになってしまったかもしれない。本当にごめんなさい。無教にはとても不思議な力がある。強い心を持つ人に対しては心を奮い立たせ、理想に翼を与えることができる。でも同時にその状況を利用して認識を混乱させ、是正をひっくり返すこともあるの。不幸にもあなたたちはその獲物に選ばれてしまった。前にも言ったように、私もまだまだ学習途中で、離別の苦しみを共感できると言えるほどではない。でもここに同じような経験をした人が少なくないことは周囲を見ればわかるわ。あなたたちがここに集まり、共に未来へ向いていること、誇りに思ってちょうだい。生命という道はとても長く、その終点を見透かすことは難しい。そのせいで私たちは多くの疑問を抱くかもしれない。生きている意味は何？目標は何？どうして苦痛を味わい続けなければならない？確かに足を止め、考えることを放棄し、慣れ親しんだやり方を繰り返すことは最も簡単な選択よ。でももしもそのような考えが頭に浮かんだら、身の回りの人と物事に目を向けてみてほしいの。一日中頑張って働く人がいるのは、家族に温かい晩ご飯を食べさせたいと願っているから。世を渡り歩く人がいるのは、テイワット中が共感できる芸術品を作り出したいと思っているから。世界の秘密を探す人がいるのは、迫り来る名乗しがたい災難を防ぎたいと考えているから。
自我は生命の意義のすべてではない。一つ一つの行動こそ自我と世界を作り上げるものなの。家族や友人はあなたたちの行ったことを覚えているし、見知らぬ人だってあなたたちの行動から恩恵を受けるかもしれない。だからこそ苦しみに耐えてでも新たな道を切り開こうとする人がたくさんいる。そしてあなたたちが同じ道を歩んだ時、それら究極の質問の答えは少しずつ見えるようになり、それと同時に重要ではなくなるの。だけどもしもあなたたちが生命を虚無だと思ってしまえば、それは本当にだんだんと虚無へ向かってしまう。あなたたちには生き方を選ぶ自由がある。でも私は神として先にあなたたちの目を覚ます必要があるの。それでも現実を捨ててまで美しき夢を抱くかどうかはあなたたち自身が決めることよ。ナヒーダは個別でまだ話すことがあるみたいだ。教練院前の広場に行ったみたいだぞ。ヒーダは本当にすごいな。無境にいた時あの学者を言い負かせないんじゃないかって思ったぞ。彼は人間性の弱点を利用することに長けていたわ。おそらく彼自身も以前からその渦中に陥っていたのでしょう。あの無境には言葉で言い表せないような誘惑があった。やみつきになるほど甘く、常人では明確な判断ができなくなるほどに。でも目を覚ますことさえできればいつだって遅くはないわ。あら、どうして急にそんなことを。そうだぞ、お前は人間の感情がよくわからないって言ってたけど、お前の迷いもオイラたちには見えてたぜ。さっきの演説もあいつらの立場になって言ってたし、よくできてたと思うぞ。ありがとう。この一件で数多くの悲しい話を聞いて何度も心を揺さぶられたの。被害を受けた人たちの行為が間違いだったとは言えないし、彼らの望んだものも決して課題ではなかった。だから彼らが私たちに対抗し無境を守ろうとしたとき、私には彼らの選択を理解できたわ。でも私の理解と感じたことは、彼らが本当に体験した苦しみに比べれば100分の1すらないかもしれない。その100分の1を共感だなんて私には到底思えないわ。ナヒーダは自分に対して厳しいな。それだって教官に入るに決まってるだろ。わかった。やっぱり外に出てみると成長できるのね。感情と知識は全く違うもので、明晰な言葉でそれを描写することはとても難しい。レノニー、モセイスは私が生理死別を経験したことがないと言っていたけど、私にはなんだか漠然とそうじゃないような気がするの。無境に入った時、どうしてかとても温かな熱流に包み込まれる感覚を覚えたわ。その温かさはまるで自分が生命の原初状態に帰り、二度と目覚めたくないほどのものだった。でも再び目を開けた後、その感覚は消え、何の痕跡も残っていなかったの。例えるなら、白紙の上に書かれた字を消すようなもので、字は見えないけど薄いへこみだけは見える状態ね。あの無境を経験した後、さらにはっきりと分かったわ。あの熱流が何を意味しているかは重要じゃないって。ただ確かなのは、私はかつてその温かな力によって支えられ今日まで来れたということ。
その温かさがどこから来るかに過度にこだわるのは本末転倒というものよ。さっき民たちにあれだけ多くの理想を語っておきながら、結局は自分もできないだなんて、そんなの面目丸つぶれじゃない。どうしたんだ？急に暗い表情になって。何度も何かを言いたげだったけど、私に伝えたいことでもあるの？そう。なら、目を覚ましたのだし、体を伸ばしましょう。新たな一日が始まるわ。